ラグビーボールを持ち、タックルの代わりにタグを取り合うタグラグビー。接触プレーがないので、子どもでも安全にスポーツの爽快感を味わうことができます。2019年にラグビーワールドカップの開催地の一つとなる大分県では、タグラグビーの普及に努めています。大分市立金池小学校で行われたタグラグビー教室、1年生から6年生までタグラグビーに挑戦してみたい子どもたちが集まりました。教えてくれるのは大分市ラグビーフットボール協会の方たち。皆さんこんにちは。こんにちは。今日は今からね、1時間、タグラグビー、多分ゲームまではできないと思うんやけど、ラグビーボールを使ってみんなと一緒にこうたくさん遊びたいと思います。タグラグビーっていうのは子どもに必要な調整力、まあいわゆるセンスを磨く優れたスポーツなんで、まあ、攻守の切り替わりの速さとか、まあシンキング、頭で考えながら体を動かす、その上、まあ、団体スポーツである他の人の動きを見る、その調整力を、高めればいろんなスポーツですごい選手になれる可能性があるというので、まあ、タグを普及させてるんですけど、まずタグをつけます。この青、みんなは赤かな。これがちょうど腰の骨、わかるよ、この骨。今日教えてくれるのはタグラグビーの入門編。まずはタグの付け方から学びます。今からタグの取り方を教えます。タグを取ったら大きい声でタグって言って手を挙げます。タグから一緒だから。次は今の2人で勝負します。勝負。まず握手、よろしくお願いします。よろしくお願いします。その後もう一回出て、よろしくお願いします。2回言います。守る方は握手してない方の手を頭の上に乗せます。まっすぐ手を離したらダメ。手離したらダメよ。よーい。やめろ。あ、いいね。相手に触らないでタグだけを取ります。次はパスの練習です。ラグビーボールをうまく扱えるでしょうか。まず1列に並んでもらいます。後ろまで行って逆向きに返ってきたらボール。よーい。はい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 。楽しかった。